皆さんこんにちは、エスレットです。今回の動画では7月の14日から15日の日曜月曜に300コインが全員に配布されるプレゼント内容の方を発見したので、ぜひ紹介していこうと思います。こちら J リーグの公式サイトになります。僕よく J リーグよく見るんで、いやニュースとかもちょっと確認していたら、たまたまちょっと昨日発見して、 EJ リーグウィニングイレブン2019シーズンライブ配信視聴キャンペーンで最大300枚クラブコインをプレゼントっていう内容がありました。詳しい内容を確認していくと、14、15、2日間に EJ リーグウィニングイレブン2019シーズンを開催いたします。で、ウィールアプリ内のニュースを経由してライブ配信を視聴したお客様全員にマイクラブコイントをプレゼントしますと書いてありました。スケジュールの方を見ると、1回目の100コインが7月14日の10時半から7時まで、で、2回目が7月の15日の10時から12時20分まで、で、3つ目が7月15日の1時半から夕方の5時20分までとなっております。で、こちらちょっと注意点がありまして、受け取りの条件の方を見ていただきたいのが、ウィニングイレブン2019アプリ内ニュースに掲載されている URL からライブ配信を視聴することでアイテムを受け取ることができますと書いてあります。こちらは YouTube で配信されるようですが、必ずウィールアプリのアプリ内ニュースの掲載されている URL から確認するようにしてください。ですからこれ、例えば自分のパソコンから YouTube でウィニングイレブン EJ リーグとか検索してみても、プレゼントはもらえないということですので注意してください。今の現時点でも、メールボックスの方から EJ リーグのお便りは来ているみたいですね。おそらくこちらの EJ リーグの中に URL とかが14、15日に書いてあると思うので、そちらから確認してください。もう一点注意点が、こちらの掲載されている時間内にちゃんと見に行かないとどうやらプレゼントはもらえないようです。特にこちら ② のところは10時から12時20分でたったの2時間ちょっとしかないので、もたもたしてて気がついたら時間が過ぎてしまったなんてことにならないように、こちらの時間スクショする内で必ず確認するようにしてください。こちらの動画は数分でも見ればすぐにもう100コインがプレゼントボックスに入っているようなので、ぜひね見逃さないように必ず確認して100コイン合計300コインをゲットしましょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。